フィギュアスケート、グランプリシリーズ、GP、第1戦、スケートアメリカ第2日、19日、米テキサス州、アレン。ペアのフリーが行われ、ショートプログラム、SP、首位発進した昨季世界選手権2位の三浦璃来、木原龍一組、木下グループ、は、フリー1位の136、44点、合計214、23点で優勝。GP シリーズ2期ぶり V&通算3勝目を挙げた。フリーは男性ボーカルの力強い歌声に乗せたプログラム。スローの3回転ループで転倒のミスはあったものの、ダイナミックでスピード感あふれるリフトや、終盤のスロー3回転ルッツは着氷。キレのある演技で魅了した。SP では、シェイリーン・ボーン氏振り付けの、ペイント・イット・ブラックを熱演。サイドバイサイドの3回転トーループ、ダイナミックなリフトは安定感があり、スロー3回転フリップも着氷。大きなミスなく演じ、77、79点。2位に7、13点をつける好スタートを切っていた。昨季は木原の腰痛で欠場などが続き、苦難のシーズンだった。世界選手権では最後の最後に自己ベストを更新。連覇には届かなかったが、本来の姿を取り戻し、3大会連続のメダルを獲得した。次は GP シリーズの第4戦 NHK 杯、11月8から10日、東京、に出場予定。また、箱根駅伝名将、上田雅人元監督の名であるエリーカムとダニー・オシェ組、米国、が合計201、73点で2位に入った。